今日は地鶏ラーメン昇格へ。鶏ガラスープとチャーシューが自慢のお店。注目の大ロースチャーシュー麺は今回は売り切れ、残念。ご飯物は唐揚げ丼に注目、ラーメンとセットで注文、そして茹で餃子を酢醤油で。肉厚の茹で餃子、いただきます。つるつるプリプリ、酢醤油がとても合っている。厚めのチャーシュー、とても柔らかくてすぐに崩れてしまう。注意して口に運ぶ。どうも炭火焼きという話らしい。鶏ガラスープととても合う。チャーシューは醤油味、そして今回選んだラーメンも醤油味なのでとても合う。麺はやや細いか。スープととてもよく絡む。具材はシンプルにチャーシュー、海苔、メンマ、ネギ。鶏ガラスープは透き通っていてコクがある。でもあっさり、塩と醤油の2種類が選べる。セットの唐揚げ丼、単品で頼むと大盛りになる。ご飯の上に刻んだキャベツと切り分けた唐揚げ、そしてネギが散らしてある。タレもちゃんとかかっている。あっという間に完食。今日もいいものを食べました。ごちそうさまでした。